どうもすみません。サンスポ賞フローラステックス主層場一等ずつについて喋っていこうと思います。ただでさえ貧馬の重傷っていうのは力通り決まらないことが多い、自力勝負になりにくいところがあるんですけれども、このフローラステックスですね、オークストライアル、あとは本番のオークスっていうのは、 三歳貧馬同士だということ、あとは距離が伸びるということで、どうしても人間の方が慎重になる傾向にあって、そういった中で荒れやすい傾向にもありますし、自力勝負になりにくい傾向がありますね。で、まあ、その辺に関してはですね、やっぱりその、日本人の良くないところが出るというか、ジョッキーだけじゃなくて陣営含めても日本人の良くないところが出やすいというか、 折り合いを一番重視するっ書い,、まあ、い,いてしまってパニックに近いような状態で競馬が終わってしまうと一番ジョッキーが責任を負わせられるっていうようなそういったようなイメージがあるんですよね。その分この距離が伸びる中でいかに折り合ってそして綺麗に言い訳がしやすいような競馬ができるかっていうようなそういったような雰囲気のレースになることが多くて。 その分、もうちょっとその、何ですかね、出して、外国人ジョッキーみたいに出して、そこで何とか折り合いをつけて、折り合いがつかなかったらしょうがないんだっていうような、そういったような腹くくった乗り方、もしくはどっかで一気に動いてっていうような、そういったような展開の不利を跳ね返すような、そういったような思い切った騎乗ですね。腹くくった男らしい騎乗っていうのを見せるジョッキーが増えればもっと、こういったような、 トライアルだとか、オークスでも、締まったレースが増えてくるかなっていう中で、まあ、その、ただ回ってきてっていうようなレースも多かったりしますんで、もしかしたら今回も、そういったような、ただ綺麗に回ってきてっていうような中で、展開の有利不利っていうところで決着する可能性もあるかなっていうところですね。それで、去年か一昨年のこのレースでも行ったと思うんですけれども、 基本的にこのフローラステークスっていうレースはですね、過去10年ぐらい見てみても、直線を向いた時に最高峰に近いところにいるような馬っていうのは来ることがほとんどないんですよね。直線を向いた時になるべく真ん中よりも前にいるような馬が構想しやすい傾向にありますね。まあ、後方からま、来るような競馬で、デニムルビーですかデニムルビーは かなり強引な競馬をして、そういった中で、あの、まあ、強かったんで、勝ったんですけれども、まあなかなかその後方から競馬をして、直線だけでっていうようなイメージは湧かないレースです。もちろん4コナ前後のところで一旦うちのところもしくは馬群の中ですね、その辺に突っ込んでロスなく立ち回れた場合だと、構想できる可能性はあるんですけれども、基本的には後方からだと、 難しい競馬になる可能性が高いかなっていうところですね。まあ能力的に抜けて強いような馬ですね。まあ里のワルキューレとかこの辺なんかは完成度がまだ低いんですけれども、ただ潜在能力ということに関してはかなり高いので、あとはレッドベルローズだとか、その辺の馬ですね。素足が良さそうな馬に関しては、もしかしたら後方からっていう形で他の馬たちが止まってくれれば届く可能性はあるんですけれども、 基本的にそこまで大きな差はないメンバー構成ではありますんで、例年通り、なるべくなら直線を向いた時に中段よりも前、もしくは中段よりもちょっと後ろあたりで、なるべくロスなく立ち回れた馬の方が構想しやすいかなっていうふうに思いますね。そして今回は逃げ馬が見当たらないというか、まあまだ客室が固まってない3歳品馬なんで、 まあ逃げ馬だとか断言できるような馬も少ないんですけれどもまあここのメンバーだと逃げない方がいいかなっていう感じがいるかなっていう程度ですね例えばサラキアなんかは行かない方がいいですしノーブル・カリナンとかファストライフデュッセルドルフもはまあ行っても構想できる可能性はあるんですけれどもただ 使える足が短いんで、ごまかしにくくなるかなっていう感じで。あとは、そうですね。まあ他の馬たちについては行ってみてもいいかなっていう感じはあるんですけれども、ただ、今回僕が本命にしたノームコアについてはですね、先行力があるんですけれども、花には行ってほしくないなっていうところがあって、というのは戸崎基地はあんまり逃げのペースメイクがうまくないんですよね。 結構綺麗に回ってくるようなことが多かったり、まあ、うまく乗る時もある,あるっちゃあるんですけれども安定感を欠くということでこのノームコアっていう馬は、まあ、後半のしぶとい足が魅力ではありますんでそういった意味でもあんまり行かずに2番手か3番手あたりで足を貯めれればなっていう感じなんですよね、まあ、そういった意味で、まあ、内枠の方がいいかなっていうところはあったんですけれどもただ先行して 内を引いてしまうと、前が壁になったりだとか、仕掛け所を間違ってしまう。行きたいタイミングに行けないような感じになると、そういった時に後続にワッと来られる可能性がある。それが先行馬でもありますんで、まあそういった意味でも、外枠の方が力がある馬だったら、あとはジョッキーが動かせるジョッキーだったら乗りやすい可能性があるかなっていうところで、今回オーストワーク引きましたけれども、 そこまでは僕はマイナスに響かない可能性が高いかなっていうふうに見てます。基本的に 2000m の大外枠っていうのは不利って言われてますよね。天皇賞秋なんかも大外,大外枠不利っていうところがあって、まあ、それは早い段階でコーナーに入ってしまうんで、そこでポジションを取りに行こうとする馬たちが多くて。 なかなか外の馬たちもすぐコーナーになるんですッとポジションを取れないだとか外を回らされるだとかそういったような可能性が高まるということで外枠はあんまり良くないっていう風には言われてるんですけれどもこのノムコアと登崎騎手のコンビに関しては今回のメンバーだったら逆にうちの方の馬たちを見ながらスッと先行しやすいかなっていう風には思いますしあんまりそのゼロからスパンと切れるタイプではないので。 なるべくマイペースで加速したいタイプの馬ですんで、そういったことも考えると、こういうような、外からスムーズに加速できるっていうような、そういったような枠の方がいい可能性はあるかなっていうところですね。ただそれも、道中足が溜まらなきゃ意味がないので、足が溜まらないような競馬になったら、この外枠が響く可能性は普通にあるかなっていうところですね。で、この、ノームコアンについてはですね、 自信はないです。やっぱり右下の自信度というところで CD っていうことで3着以内に来る確率としては40%前後ぐらいかなっていう感じなんですけれどもでも狙い時っちゃ狙い時かなっていうところがあって狙ってるんですよね。というのは前走ですね中山のフラワーカップかどっか使った時2番手から競馬をしたんですけれどもまぁ、あ、ちょっと消極的なんですよね。このまま 勝負どころで反応が悪かったり、多少不器用なところがありますんで、そういったことを考えると、背面戦闘を立つぐらいな、それぐらいな強気の競馬をした方が動かしやすかったんですけれども、普通に回ってこようとして、その分、北村博士騎手と手が合わなくて、反応が悪くなってしまって、後続の馬たちにわっと来られるような競馬になったんですよね。ですから、先行してるのに、前にいるのに足を余してるっていうような競馬で、今回は、 戸崎騎手に変わるということですし、東京コースということでコーナーからワッと来るような競馬になる可能性は低いかなっていうところがあって、その分落ち着いて直線を向いてからこの馬のジリジジジとしぶとい素足を生かしやすい可能性が高いかなっていうところで、タイミング的に終える戸崎騎手に変わるっていうこと、あとはこういったような条件でこの馬がスムーズに加速しやすい条件が揃ったということを考えると、 チャンスかなっていうふうには思いますね。まあもちろん他の馬たちが能力を出し切った場合には馬券圏,圏外に飛ぶ可能性普通にあるんですけれども、まあでもここのメンバーの中で確実に上位3、4頭には入る完成度、能力はあるかなっていうところなんで、現時点このレースに関してはかなり狙い目のタイミングではあるかなっていうふうに思いますね。まあ、ちょっと自信がないんで皆さんにはお勧めできないんですけれども、 それでは、うちの方から一頭ずついきます。サラキア。サラキアはやたらと人気してますね。前走のチューリップ賞、出遅れて後方から直線で4着に追い込んできたということで、それで人気してるとは思うんですけれども、あのチューリップ賞に関しては出遅れはあんまり関係ないですね。もともと僕はサラキアについては腹くくって乗ってどこまでハマるかっていうような競馬をした方がいいっていうふうに言ってましたし、そういった中で、まあ、逆に、 中途半端に外を回ってましたのでもっと腹をくくって乗った方が良かったかなというぐらいで、まあ、そういった意味でもとにかく出遅れは関係ないレースだったかなというところで,す、ね、で使える足にも限界がありますしう,ん、まあ、うまくいっても3着は難しかったかなというところでしたので、まあ、前の馬たちが自滅でもしないとというような力関係でもありましたので前走のチューリップ賞に関してはほぼいっぱいに近いような4着ではあったかなというところですね。 で逆にそのチューリップ賞についても言えたのはポジションを取りに行くとこの間のいいところが出なかった可能性があって今回に関してもあまりポジションを取りに行くとこの間のいいところが出にくい可能性があると思いますね、まあ、でも、まあ、直線勝負になりやすい東京コースということを考えるとこういうあたりですね中段、こういうあたりから警をするのは問題ない可能性があるんですけれども ただそういったような競馬をするにしても、ここで特別際立った切れる足があるかというと、そういうわけでもないですし、真ん中より上の足は使えるとは思うんですけれども、特に東京コースがいいっていうイメージも湧かないですし、まうまくこの内枠を活かして立ち回って、ハマればっていうようなイメージですね。まあ先行して自分で競馬を作るっていうタイプの馬でもないですし、 2番手とかその辺ですねあとは3番手の内あたりから早めにっていうような競馬ができたらそれはいいのかもしれないんですけれどもあんまりその前に行って花切ったりなんかして競馬を作ろうとすると意外と足がたまらないタイプかもしれないなっていうイメージが湧くそういったような前に壁を作った方が足がたまりやすいイメージがある馬ですねそれでその2番手とか3番手の内から早めにっていうような感じで言うと まあさっっっきとと言っててるることが違ってくるんですけれども極端な競馬をした方がまだチャンスがあるかなっていうことで要するに、まあ、その瞬発力ということでそこまで,まで目立たないので腹くくって後方から行ったらその分腹くくった分この馬なりにいい足を使える可能性がありますし前にポジションを取るんだったらそれだったらそのポジションを生かして多少素足が鈍ってもそういうような強気の競馬をした方がいいかなっていうようなそういったような意味での。 ここととをさっき言っ言たっていうところですねオスカール B オスカール B はですね、まあ、ちょっと瞬発力が足りないかなっていう感じでどちらかというと小回りの方が乗りやすいかなっていうふうに思いますしまあこのメンバーは相手が強いかなっていう感じがありますねただ、まあ、このレース自体力を出し切れない馬が多いようなレースでもありますしこの馬比較的前めのポジションを取れるような馬でもありますんで その辺を生かせればっていうところなんですがただパンチが足りないんで先行できてもちょっと難しいところはあるかなっていう感じはありますね薄紅の黄身薄紅の黄身の前奏フラワーカップの時っていうのは後方から直線打ちをつくっていうような感じで、まあ、全然チャンスのない乗り方をしてしまってかなり雑な進路取りなんですよね着を狙いに行くようなそういったような乗り方でしかなかったかなっていう感じで ま、何度か話したんですけれども、ああいうような後方からの打ち付きっていうのは、レースの質によっては全くチャンスのない乗り方、馬にものすごく負担をかけてしまうことがあって、あのレースに関してはああいう進路取りをしてもまずチャンスがないっていうような展開の中で、空いたとこ空いたとこにただ行ってるっていうような競馬なんですよね。真ん中ところを外に出してればもうちょっと、チャンスのあるような、そういったようなビクトリーロードに近いような進路を取れたかなっていう感じがありますね。で、 ま、この薄紅の黄身については、フラワーカップの時から高く評価してて、この馬は能力を出し切れた場合にはなかなかいいところがありますし、ま、四コナゼンをスムーズに加速できてしぶとさを活かせればっていうタイプだと思いますね。ただあんまりごちゃごちゃしたバグの中から一瞬で抜け出すだとか、そういったような器用な足、切れる足っていうところを使えるかというと、あんまりいいイメージが湧かないので、 このフローラステークスっていうレースの傾向を考えると直線勝負っていう中でなんかイメージとして競馬の質が合わない可能性が高いかなっていうふうに見ていて相当前が止まるだとかあとはこの馬、このコンビの仕掛けがハマった時にいいところが出る可能性はあるかなっていう程度で考えてて構想パターンがあんまり 高い確率では見えてこないっていうところがありますね。ですから、どちらかというと、コーナーからペースが流れやすい、右回りだとか、そういうようなコース、小回りの方が乗りやすいイメージはあるかなっていうタイプですね。トップレベルのオイルジョッキーが乗れば、まあ、こういうコースでも全然問題ないのかなっていう感じはあるんですけれども、内田騎士は落馬事故後にそんなに動かせなくなってますんで、まあ、ちょっとあんまりいいイメージは湧かないなっていう感じですね。まあ、デニムアンドルビーで、 結構強引な競馬をしたことがありますんで、ああいうような競馬をした場合にはこのままのいいところが出る可能性はあるかなとも思いますね。里の悪球霊。里の悪球霊は前走半身2400メートル外回り、タフなコースをこなしたっていうことも大きいんですけれども、それ以上にレース内容がですね、びっくりするような内容で、 ミルコ・デムーロシ州かなり雑に乗って一番良くない時のミルコ・デムーロシ州の乗り方になってしまったかなっていう感じだったんですけれどもその競馬で勝ったっていうところに可能性を感じましたね前半スローに流れたんですけれどもラスト4波論ぐらいペースが一気に上がってロングスパートの競馬になったんですよねでそういった中でポジションを上げるような競馬をしていって4個打前後の一番の勝負どころで反応が悪くて普通の馬だったらあそこで競馬が終わるんですけれども 最後、差し返すとまではいかないですけれども、伸びて勝ち切るっていうところに可能性を感じました。まあ、あいうふうに、その、雑な競馬になったら戦意喪失するような馬多いんですけれども、この馬は戦意喪失しなかったというところにびっくりしたっていうところですね。まあでも、まだ競馬を覚えてない、キャリアの浅い馬なんで、そういった意味でも戦意喪失しにくいような、そういったようなところも出てくることがあって、 まだ競馬を知らない分、馬の方が競馬を知らない分、戦意喪失しなかったっていうところもあったのかなっていう感じですね。まあ、でも、スローに流れたとはいえ、後半1000メートルがですね、58秒6で上がれてるんですよね。これっていうのは、今の3歳牝馬ということを考えると、かなり内容としては褒めていいのかなっていう感じですし、 潜在能力に関してはここでナンバーワンの可能性が高いかなっていうふうに見てます。ただ、まあその、前走ミルコデムーロキシが雑に乗ったとはいえ、この馬自体も危ういところがあるというか、不器用なイメージがあるまで、まあそれが今回のフローラステークス2000メートルっていうレースの質を考えると、ギャンブル性の高さを生んでしまう可能性があるなっていうところで、まあそ,そういったところを無視してこの馬に期待するんだっていうような、 そういったような人がいるんでしたら、この馬から入ってみてもいいかなと思うんですが、僕は今回はギャンブル性が高いですし、人気してる中でリスクの高い馬券になるっていうことを考えると、狙いきれなかったっていう感じですね。でも追い切りを見た感じだと確実に一戦一戦良くなってて、さすが住み厩車だなっていう感じで、確実に馬を作ってくる厩車ですんで、上積みはあると思います。注目してる馬なんですけれども、人気的にも ギャンブル性の高さからも買えなかったっていうところですね。ノーブルカリナ。ノーブルカリナについては何度かちょくちょく名前を挙げてたぐらいで、ヒンバ、クラシック戦線でもしかしたら穴馬候補になってもおかしくないというような、そういったような可能性のある素質馬ですね。でも、大飛びで不器用で、まあ、なかなか思うような競馬ができない。あとは追わせるようなところもありますんで、 賞金が加算できなかったっていうところはあるかなっていう感じですね。で、距離的にもマイラーっていう感じでもないですし、かといって距離が伸びた時に器用な競馬ができるかというと、まああんまり上手に競馬ができるイメージが湧かないっていうところがあって、まあ現時点でのその不器用さだとか乗り方の難しさだとかっていうところで、まあすぐに活躍とまでは イメージが湧かないところはあるかなっていう感じですし今回のフローラステークスのレースの思想を考えるとこの馬の不器用さが響く可能性はあるかなっていうところですねただ購買ステークスなんかでミルコ・デ・ムーロ騎手みたいなを終えるようなトップレベルのジョッキーが乗った時に直線でいい足を使ってギアの上がり方が変わるようなところがありますしミルコ・デ・ムーロ騎手ではなくても今回藤岡浩太騎手で若手騎手の中では終える方のジョッキーですんで まあ、この馬のギアが上がってくれればいいところが出る可能性あると思いますね。まあ、そこまで切れる足があるっていうタイプではないんですけれども、しぶといや足がありますし、馬体の形なんかいいですし、同世代の牝馬の中では上位10頭、15頭には入るかなっていう感じの素質馬ではありますんで、今後注目もしたい馬だなっていうふうには思いますね。ファストライフ。 ファストライフの前奏フラワーカップは構想した部類なんですけれどもまあでも外を回るような競馬をしましたし中途半端な感じよりももっと腹くくって最高峰に近いところから競馬をした方がもう少しいい足は使えたかなっていう感じですねまあでもそこまでの切れる足があるタイプでもないのでどうしてもその展開的に前が止まってくれるっていうことが構想条件かなっていう感じですねで まあ今回もやっぱりここのメンバーで際立った足が使えるかというとそういうイメージは湧かないですしこの間なりにじりじりと足は使えるかなという感じですのでまあどこまでうまく立ち回ってはまるかというところですねあんまりポジションを取りにい行行きすぎるとよくはないとは思うんですけれども中段ぐらいからだったら前に壁を作りながらならいい競馬できる可能性はありますのでそういう な、競馬でどこまでっていう感じですね。ただ距離に関してはですね、あんまり伸びると良くはないかなっていう感じで、まあ、現状なら、まだ距離適性がはっきりと出てない状況の中で、同世代同士っていうことなら2000メートルまでは問題ないかなとは思うんですけれども、将来的には1008以下の方がいいかなっていうイメージの馬ですね。デュッセルドルフ。デュッセルドルフはですね、 馬体なんか見てたら結構品があっていい馬なんですよね。シュッとしてていいんですけれども、走り出すとそこまでの能力がないというか、瞬発力もパワーもちょっと足りないところがあるかなっていう感じなんですよね。ものすごくバランスがいいんですけれども、まあ、その辺ですね、走ってみるとそこまでの見た目以上の期待ができないのがノベ,ルノベリスト3区かなっていう感じで、 ノベリスト3区はバランスのいい馬も多いんですけれどもただ走ってみて驚くような走りをするっていうようなそういったようなバネだとか何か可能性というものは感じない決闘ではあるかなっていうところですねまあボケにサンデー・サイレンスが入ってますんでノベリストというよりかはサンデー・サイレンスのいい決闘を受け継いでるっていうような感じもありますんで、まあ、これだけ形のいい馬になっているということを考えると今後 繁殖品馬としてはかなり期待できる可能性はあるかなっていう感じですね。でここのメンバーでこの条件瞬発力がちょっと足りないような感じがありますんでどうかっていう感じはあるんですけれどもレースセンスがいいですし田辺騎手が乗るということあとはこの馬自体瞬発力が全くないというわけでもなくて、まあ、平均値ぐらいはある全てにおいて平均値ぐらいはあるかなっていうような 感じではありますんで、まあ、うまく立ち回れた場合に、この馬のレースセンスが生きて権利を取れる可能性はあるかなっていうところですね。まあ、ただ、どちらかというと、右回りとか小回りの方が乗りやすいタイプではあるかなっていうふうに思いますね。ラブラブラブ。ラブラブラブはですね、まあ、この馬に関しても、比較的その欠点が少ないというか、 レースセンスもいい部類かなっていう感じですね。足を溜めてそこそこのしぶとい素足があるっていうような感じで、まあ、ある程度、行為とか中段あたり、その辺で前に壁を作りながら器用に立ち回るっていうような競馬ができそうなイメージがありますんで、乗りやすさというところで、なんとか権利をもぎ取れる可能性はあるかなと思いますね。ただ、まともな瞬発力勝負になると瞬発力が足りないですし、 自力勝負になりすぎると、このメンバーで相手が強いかなっていうところがありますんで、まあ、いかにレース展開の中でいいポジションからうまく立ち回れるかっていうところですね。距離に関してはここまでは全然こなせると思いますね。ハイヒール。ハイヒールはですね、当選誉れ星ンクでシュッとした感じで、まだ足の方に無駄肉が少ないかなっていうところはあるんですけれども、ただ、走ってみて特にバネがある感じでもないですし、 骨格の方にも可能性を感じない感じですし、統、ま、制、あ、本丸星ンクの中でも、スピードタイプに寄ってるかなっていう感じがありますね。ミッキースワローみたいな瞬発力タイプだったらまた違うんでしょうけれどもっていう感じですね。ちょっと相手も強いですし、パワーがあるっていうタイプでもないので、この舞台に変わって、どこまでっていう感じですね。まあでも、まあ、そこまで大きく能力が劣るっていう感じでもないので、 真ん中より上の着順に来ても全然おかしくはないかなっていうふうに思いますね。まあ、でも基本的には積極的な乗り方でもしないと難しいところはあるかなっていうふうに思いますね。お花。お花はクイーンカップの時に高い評価をしたんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり4コナ前後でズブいところを見せたり反応悪いところを見せたり直線でも追わせるようなところがあって 石橋修騎手と手が合うとは言えないですね。まあ、石橋修騎手だけの話ではなくて、JRA のジョッキー9割ぐらいは手が合うとは言い切れないっていうような感じで、要するにトップレベルのオイルジョッキーじゃないとギアが上がりきらない可能性がありますんで、堀旧車っていうことを考えると、例えばムーア騎手が短期免許で来てたら、このままもっと活躍できたというか、能力を出し切れた可能性はあるかなっていう感じで、今回に関しても、 ムーア機種あたりが乗っていれば全然違った評価にはなってたかなっていうところなんですけれどもとにかく石橋周騎手が悪いだとかそういうことではなくてこの馬自体がやっぱりトップレベルじゃないとギアが上がりきらない安定しては走らないっていうところがありますんで、まあ、今回のコンビで考えるとある程度位置取りと進路取り仕掛けのタイミングがはまらないとっていうところはありますねロスが大きすぎると取り戻せない。 よううななな競馬ににるる可能性はあかいい思ます、ねまあそれはクイーンカンプなんか見ててもああいうような感じで、まあ、ちょっと追い切れなかった動かし切れなかった感じもあっての馬券圏外に飛んだっていうところもありましたんで、まあ、あの辺なんかはああいうような競馬をオーソドックスな競馬をしててもオイルジョッキーが乗ってればギアの上がり方は違ったかなっていうぐらいそれぐらいまだ潜在能力はあるっていうような馬、まあ、ですね。まあ、石橋周期は悪いといいととうことででははは全然ないので、まあ今はその今今関東の方は今 ジョッキーの方が壊滅的に足りてないというか、信頼性の高いジョッキーがいないような状況の中で、石橋急騎士は馬が回ってきてるっていうような感じで頼りにされてますね。まあ、石橋急騎士はホリキュー社の出戦ということで、ずっと長くいい馬に乗せてもらって、チャンスを与えてもらっている中でアピールもしやすかったですし、こういったような土佐騎士の調子があんまり良くない、あとはまあ、同じエージェントでいい馬回してる、 も、らってるけど内田騎手も信頼性が全然高くはないで、田辺騎手の方には馬があんまり回ってこない安定して回ってこないというような状況の中でそういった中で誰かを探すという中で石橋周騎手や三浦康生騎手に今関東の方は馬が回ってるというようなところで、まあ、そこで、まあ、石橋周騎手もそこそこの結果残してますし、まあ、今、自信を持っている時期だと思いますし乗っている時期ですのでそういった意味で今回、 このレースでピンポイントでいい言えばできる可能性はあるかなっていうふうに思いますねカーサ・デルシエロカーサ・デルシエロの母ちゃんはダイワ・エルシエロですねで父ちゃんがロード・カナルアなんですけれどもロード・カナルアっていうのはやっぱり安定感があるというか、まあ、馬の形がしっかりしてる馬が多くて、まあ、そういった意味でも この馬に関しても、ある程度安定感のある馬体で、安定感のあるレースセンスのいい感じの馬になってますね。その、大物感っていうことに関しては、ロードカナルアサンクは母系に頼るようなところがあるイメージで、まあそういった意味で、まあ今回に関しては、その、ダイワ・エルシエーロの方の大物感っていうのが、そんなには出なかったかなっていう感じで、大物感っていうものは感じない馬ですね。ですが、まあでもバランスが良くて、 レースセンスの良さが目立ちますんで、まあ、こういったような 2000m フローラステークスっていうようなレースの質を考えると乗りやすいタイプの馬だと思いますねあんまりその外を回るような競馬だと足がたまらない可能性がありますんでなるべく内ちらに近いところに入れることですね中段もしくは中段よりもちょっと前あたりで足を溜めるような競馬ができた場合ですね前に壁を作るような競馬ができた場合だとこのタイプは怖いと思いますね まだ1戦しか使ってなくて、1回使って良くなる馬もいるんですけれども、結構初戦使って絞むような馬も多いので、その辺の馬体の変化は注目かなっていうところですね。まあ、今回追い切れいがなくて、まあ、現状では何とも言いようがないっていう感じですね。藤原秀明厩舎なんで、ある程度はいい感じで作っていく可能性の方が高いかなとは見てるんですけれども、まあ、とにかく今回は。 パドックを見ててみなないいいと評価の方は難しい馬かなっていう感じですねレッドベルローズ。レッドベルローズについても、早い段階から高く評価してた馬で、桜花賞、オークス、ヒンバクラシック戦線で注目が必要な馬かなっていうふうには言ってて、まあ、前走、その話を聞いてれば、ミモザ賞ですね、あれで馬券取れた人いたかもしれないですね、僕はあのレースなんかは狙い目だなっていうふうに思ってて、 そこまでで人気かっってなかったですね一番人気でも1.2倍とか3倍とかそういう感じになってたわけでもなかったのであのレースに関してはかなりルメール騎手が乗ってたこともあってチャンスだったレースだったかなっていうところですね。でこの馬に関してはまあ足を溜めて素足を生かすっていうような感じの競馬もできますし前走みたいに早めに自分から動いて。 早め戦闘で抜け出すっていうような競馬もできますし、レースセンスはいいんですけれども、ただ相手が強くなっていった場合だと、やっぱり足をためた方がいいと思いますね。中段よりも後ろで足をためて、素足を生かす形でどこまではまるかっていうような競馬が合うとは思います。ですから、まあ、この外枠っていうところをど,こどう克服できるかっていう感じですね。まあ、その前走 先行するような形で抜け出しましたんで、そのイメージで乗ってしまうと、三浦昴成騎手では安定して動かせない可能性があります。やっぱりルメール騎手とは全然レベルが違いますんで、まあ、ルメール騎手と同じようなイメージで乗ると逆に良くない方向に行く可能性はあるかなっていう感じですね。ゴール前で止まるような感じになってしまう可能性もあると思いますし、レース内容としては器用なレースもあったんですけれども、 本質的にはそこまで器用なタイプではないと思いますんで、まあ、このフローラステークスっていうレースの質とフィットするかというとあまりいいイメージがわかなくてどちらかというと右回りとかそういうようなコースでコーナーからペースが流れやすいコースの方が乗りやすいイメージがあるかなっていう感じですね、まあ、今回のメンバーでは潜在能力は上位ですし足を貯めてこのままの競馬ができれば勝ち負けできる可能性はあるとは思うんですけれども やっぱりギャンブル性ミュラコーセー石種も下手なジョッキーではないですし、まあ、今関東の方ジョッキーがいない中でミュラコーセーにも馬が集まっているような状況で流れもいいんで石破周期種、同様ミュラコーセーに関してもこのレースで今の流れの良さが出る可能性はあるかなと思うんですがただやっぱりトップレベルのジョッキーたちと比べるとギャンブル性は高いと思いますね。ベロニカ・グレース。 ベロニカグレースはですね、まあ、この馬は土崎騎手が乗って、後方からだとしっかりと最後まで伸びたようなレースもあったんですけれども、早めに抜け出すような競馬ですね、ロスのある競馬で、外を回りながら強気な競馬をしすぎるとゴール前で甘くなるっていうところがあって、土崎騎手っていうのは、オえルジョッキーですし、まあ、そのレベルのジョッキーでも、 強気の競馬をするとと甘いところが出てしまうそういったような感じがありますんでまあなんか乗り方としてはある程度腹をくくった方が安定しやすいのかなっていうイメージですねでまあ柴田第一騎手は逃げは相当うまいジョッキーなんですけれども、まあ、他の戦法に関してはこういう差し馬タイプに関しては安定感を欠くところがありますんで、まあ、やっぱり戸崎騎手から乗り換わるっていうのはマイナスにはなるかなっていうふうには思うんですけれども。 まあでも、まあ、そこまで相手も強くはないですし、このまぬ競馬をして力を出し切ればっていう感じですね。でも、レース内容なんか見てたら、本当に若さを見せて、反抗するようなところもありますんで、こういったようなフローラステークスのレースの質を考えると、あまりいいイメージは湧かないなっていう感じですね。うまくバグの中に入れたり、前に壁を作りながら足が止まった場合だと、いいところはあるかもしれないんですが、まあ、あまり瞬発力勝負っていうのも合うようなタイプでもないので、 まあううまままくスムーズにいっててればっていう程度で考えてますねディア・ジラソルディアジラソルはですねちょっとここはメンバー強いかなっていうふうに思いますけれども、まあ、ただ見た目の方硬く見えてもレースに行って結構走りますんで、まあ、これぐらいのメンバーでこの条件紛れが多い条件ということを考えるとスムーズにうまく 気温に立ち回れた場合だと構想できるる可能性は普通ににあるかないいう,ふうに思いますね、まあ、ただ瞬発力がそんなにあるタイプでもないですしあまり強気の競馬をしすぎると能力的にもどうかなっていう感じがありますんでごまかしにくいタイプの馬ではあるかなっていうふうに思いますねでもこの馬アンミラーレですんでもしかしたらダートを走る可能性あると思いますねダートの方がいい可能性ありますんでダート試してほしいなっていうふうに思いますしダートだったら 同世代だったら、まあ、自己条件もしくはもうちょっと上のところでいいけばできる可能性まであるかなっていうふうに思いますねちょっと母系のカーネギーが気になってカーネギーはヨーロッパの力のいる芝っていうようなそういったようなイメージはあるんですけれども、まあ、ダートがものすごくうまいっていう感じでもないのでどちらかというと力のいるババにしても芝の方がいいかなっていうイメージですんでカーネギーが強く出すぎた場合だと ダートがあんまり良くない可能性もあるかなというところですね。まあ、でもカネギの中にもダート走る馬はいたはいたんでそんなに気にする必要はないかなと思うんですけれどもパイオニアバイオパイオニアバイオはですねま何、あ、かまだ目立たないというか人気もないんですけれどもただ馬体なんか見てたらあとは走りなんか見てたらいいところがあるんでちょっと血統を見てみたら アニメイトバイオなんですよね。アニメイトバイオは、まあ、クラシック先生のトライアルあたりで注目されてたまで、なかなかいい馬ではあったんですけれども、まあ、ちょっと気象的に若かったりだとか、追わせるようなところがあったりだとか、いろいろと難しいところがあって、能力を出しきれないレースが多かったんですけれども、アニメイトバイオ自体もかなりレベルの高い素質馬だったんで、まあ、うまくルーラーシップと、 フィットしたのかなっていう感じで、まあ、ルーラーシップはですね、まあ、小判になってからボテッとするような感じがイメ,イメージは湧くんですけれども結構こういう感じでシュッとした感じでスラッとした馬を出すこともあって、まあ、それがいい形で出たかなっていう感じですね現時点ではこのパイオニアバイオっていう馬はスラッとしてて筋肉の質もいいですしフットワークにもセンスを感じますんでこの馬もうちょっと 評価が上がが上ってくるる可能性があると思いますねただやっぱり外枠が気になりますね前に壁を作りながらっていう形でやっぱりどの馬に関してもそういうような競馬をした方がいい馬が多いので、まあ、現状でこの外枠でこのメンバーといきなりっていうことになると多少不安はあるかなとは思うんですがただ全然この馬に関しては勝ってもおかしくないレベルの素質馬だと思いますし確実に今後。 注目は必要な馬かなかいいう,うに思いますね、まあ、大物とまではいかないですけれども、まあ、でも、ここのメンバーの中で、素質に関しては真ん中より上だと思いますね。ノームコア、ノームコアについては、まあ、さっきも言った通りで、まあ、とにかくここは狙い目かなっていうような感じの人気具合、あとは条件かなっていうところで、渡崎騎手はですね、まあ、やっぱりその安定感は欠くというか、まあ、今、調子悪いっていうのは、 まあ性格は出てるかなっていう感じで、まあ開き直れないタイプの性格してますんで、その分、いい時と悪い時とかはっきりとしちゃって、戸崎騎手はですね、去年のこの時期もあんまり調子は良くなくて、福島開催に変わってからポン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 って勝って調子を上げていったんですよね。それは小回りの福島コースは乗りやすいですし、 あとは田辺騎手が戦線離脱をした分戸崎騎手に馬が集まってっていうような形で一人勝ちっていう感じで調子を上げたんですよね。まあそう考えると今調子があんまり良くなくて安定感を欠く信頼性を欠くっていう時期で狙うのはどうかっていうところなんですけれども、まあ、でも今の戸崎騎手でもうまく乗る時は乗りますし根本的に馬を動かす技術は高いので まあ乗りにくい馬でもないノームコアっていうことを考えると東京コースっていうことを考えると先行力もありますし狙ってみてもいいかなっていうような感じですねとにかく良い時の戸崎騎手が出ることを期待するっていう形で僕は本命を打ったっていう感じですね最後に僕の馬券の買い方についてなんですが本命馬の副賞を買うっていうのは固定なんでノームコアの副賞は集めに行きます 2.5倍以上つきそうなんで、そこそこいい副賞かなっていう感じですね。で、単賞はあんまりつかないですね。7倍か8倍ぐらいということで、生まれんとかが外れた時に足しになればっていうような感じで、100円でもっていうような感じでいこうかなっていうふうに思いますね。で、生まれに関しては、まあ、その、信頼できる相手がいないということで、まあ、でもノームコアから行くと、 里のワルキューレが15倍前後ぐらいで、他のマタジについては結構つきますんで、100円ずつでも抑えてて、来ればラッキーっていうような感じで、100円ずつ抑えてみようかなっていう感じですね。まあ、お花に関しても、抑えておいて損はないオッズだと思いますんで、抑えておこうかなっていう感じなんですが、あんまりその生まれに関しては買う気はないレースかなっていうところですね。で、やっぱりその、右下のコンセンドっていうところで、AA ということで、まあ、この、 レース自体が荒れやすいレースというか力勝負になりにくいということ。あとはメンバー構成を見ても信頼できるような馬があまりいないということで、まあ、ちょっとどうかなっていうような大混戦ですね。で、皆さんはお好きな馬から入っても面白いレースだと思いますね。以上です。吉本興業 a b c d e u k i というコミの東野昴と申します。失礼します。